コチュジャンちょっとに、すりおろしにんにく、で、ここにごま油、あとなんだ、砂糖か、砂糖ちょっとですね。そう、ユッケ丼食べたいなと思って。でもユッケって味薄いよりかは濃い方が良くない？味薄いユッケ食べたいって思わなくない？ちょっとアボカドが熟しすぎてさ、混ざったらぐっちょぐちょになっちゃうんだけど、まあ食べれればよしですから。生ハムユッケとか結構ユッケを作るので、家でユッケはもう手慣れてます。生誕祭見てたの？今度見る配信するのに。私何喋ったかとかマジで覚えてないんだけど大丈夫かな。混ざったので一旦アボカドちゃんで味見します。うん、良いでしょう。もうちょっと醤油あっても。久しぶりにスーパー行ったかも。 OK、 ごま油もちょっと足した方、これを冷蔵庫で寝かしてまた後で食べます。このサランラップめっちゃちぎれない？私めっちゃちぎれるんだけど、このサランラップ相性悪い、相性悪いって昔知ったのにかかわらず買ってしまったのに、なぜだか。完成、サーモンユッケ。どこの？クレラップだよ、クレラップ。クレラップ苦手。マグロも買ってきたんだよね。実はマグロどうしよう、明日食べようかな。テレビの音うるさ。よいしょ。iPad に移動します。なんか今日すごいさ、湿気で髪が取れる。あの中にさマグロ入れてもいいかな。いやー、サーモンだけで楽しんだ方がいいかな。どっちがいいと思いますか？もうパンパンになっちゃう、そのマグロ入れたら。こっちかも。
が漏れるんだ。どっちがいいと思いますか？マグロ入れるか入れないか。マグロは逆にまた別につけるか、マグロはマグロでつけるか、どっちがいいですか？優柔不断で決められれば。そうなんだよね。よくは多くなっちゃっても、ちょっと食べれるから大丈夫。マグロ牛丼とかじゃなくてさ、違うの。マグロも一緒につけるか、それともマグロだけにするか、どっちにしろ今日食べだろうから、悪くなっちゃうからさ。なんでだろう。